はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。今回はね、こちらの桑楽にある秋荷でこの樹木を使ってね、クワガタトラップをしてみたいなと思います。去年度もね、したんですけれども、少しね、問題点があったので新しく作りました。クワガタホイホイ2024バージョン、こちらですね。去年は下で受けるのがね、こういった感じでバケツみたいだったので、雨が降るとね、全て中に入ってしまって水たまりになるという、それを考えてなかったのでね、今回はこちら下の方にね、虫かごのような木箱を用意しました。これ空き家整理の時にね、あったものなんですけど、もともとね、何用かわからないんですけども、ちょうどね、クワガタ入れるにはいいかなと思って持ってきました。上の方にね、パイプちょうど入る穴開けてますのでね、脱出はできないかなとは思うんですけども、何せベニヤで作られてるような感じなのでね、不安定があるとするとクワガタのメスとかが入って下の木とかをね、破られて脱出されないかなとは思ってますけども、とりあえずね、入ってる姿を見たいので今からやっていきたいなと思います。このクワガタトラップね、どういう仕組みかと言いますと、まずね、上のこちらのケースの中にバナナと焼酎を入れてバナナトラップのようにします。そうすることによってね、匂いで集まってきたクワガタたちがここに来るんですけどね、まあたくさん集まると喧嘩とか争いごとでクワガタが落ちてしまうと、その下にね、クワガタホイホイでクワガタを受けるっていう形になってます。それがつるんといってこちらのケースにね、入るという設定になってます。それではね、今から設定の方をしていきたいなと思います。はい、こんな感じでね、バナナの方適当に入れましたので、ここにね、焼酎を注いでいきたいなと思います。じゃじゃーんと、あまりね、バナナトラップとかやった時がないのでどういうのかわからないんですけども、あまり多すぎてもあかんかな。これぐらいに、半分、ちょうど半分ぐらい入れましたけども、これぐらいにしておきたいなと思います。これでね、蓋すると、まあ、中に入られることもなくつるっとね、落ちるんじゃないかなとは思ってます。あともう一つの問題点としてはね、こちらアライグマよく出没するので、そいつに動かされたり倒されたりしないのかなと思ってますけども、まあそれも実験なので、これの状態でね、3日4日待ちたいなと思います。ちょうどね、クワガタトラップをしている時にコクワガタを見つけましたので、こちらのコクワガタさんにね、トラップに試しで入ってもらおうかなと思います。うまいこといくかな。いきますよ、すぐ落ちると思うので。落ちない、落ちない。ちょっと落としてみましょう。カメラが追いついてなかったですけども、こういう形でね、中に入っていくっていうシステムになっております。それではね、数日後を楽しみに結果の方を待ちたいなと思います。はい、トラップのね、設置から1週間が経ちました。途中ね、雨が2回ほど降ったんですけれども、下木箱の虫かごにしたのでね、雨の浸水はなさそうです。今から早速見ていきたいところなんですけれどもね、とりあえず罠とこちらの樹木の様子を見てから見ることにします。バナナトラップの方はね、こんな感じでカナブンがね、集まってきてまして、今にもね、落ちそうな感じがします。カナブンだけかな。カナブンは結構ね、匂いに釣られて飛んできてるんじゃないでしょうか。あと上の方にはね、結構カナブンとクワガタも映るかな。ここの
樹木ゾーンで結構わしゃわしゃしてますけど、この辺もわしゃわしゃしてますけど、今のところカナブンが一番多い感じですかね。クワガタ映せたらよかったんですけど、ちょっと角度を変えてみます。はい、角度をね変えて撮影していますけども、クワガタの方を上の方にねどうやらいてるみたいですね。この辺、あ、いました。こうクワガタかな。ちょうどバトルしてくれてますけど、平田っぽい感じもするんですけども、肉眼ではわからないですね。そこから上に上がっていって、他にいてないかな。お、ここにもいてますね。ちょっと距離があるのでフラフラしてますけども、感じ的にはノコギリクワガタじゃないんかなと思いますけども、もうあかん、手があかん、風も揺れてる。こんな感じです。はい、それではね、罠設置から1週間どんな感じかオープンしてみたいなと思います。まず周りの方にはね、カナブンは何匹かついてる感じがしますけど、クワガタの方はね見当たらないんですけども、どうでしょうか。1匹ぐらいは入っておいてほしいな。こんな感じです。カナブンが大量。おお、全部カナブンか。今回はね、時期的にはまだ少し早いかなと思いますので、次回改めてね設定し直してクワガタをねなんとかゲットしてみたいなと思います。はい、クワガタホイホイ設置からね10日が経ちまして、2回目の点検にやってきました。どんな感じでしょうか。まずね、トラップのところには相変わらずねカナブンが何匹かついております。おっと、中にねクワガタが1個入ってますけど、こうクワガタっぽいのがこのわずかな隙間から入ってしまった感じですね。上の方にもいてるのか。上の方はちょっと確認が取れませんけども、上の方はこんな感じです。それでは下の方を見ていきたいなと思います。じゃーん、カナブン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 。クワガタいてるんでしょうか。ほとんどカナブンのようですけども、開けてみたいなと思います。オープン。カナブンしかいてないかな。お、クワガタが1頭いました。あ、ペア、コクワガタペアで1セット分だけか。ちょっとね時期が早かったので、コクワガタピア1セットだけでしたね。まあ、今回は一応これで終了なんですけどもね、
引き続きこんな感じでテストしていきたいなと思います。こちらの方ね、私有地での実験になりますので、日頃ねやってはいけないような禁断のトラップとかもね挑戦できますので、コメント欄にこんなのどうですかって書いていただければ、内容によってはね試してみるかもしれないので、よければコメントの方よろしくお願いします。今回はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。